11月号では前髪のセルフカットについて紹介しています。今回私もセルフカットで斜めの前髪にしてみました。見てねこれから前髪のセルフカットをしていきたいと思います。前髪の根元を濡らし、前髪がまっすぐ折れるようにハンドブローをします。生え癖がある部分は癖に逆らうように乾かします。前髪が乾いたら頬骨溶かし、全体のバランスを見ながら分け目を決めます。斜めに流す方の前髪を分け目から黒目の上まで3ブロックに分けます。ブロックごとにコームですくい、ハサミを縦に入れてカットします。逆サイドの前髪も下ろし、分け目から黒目の上までをカットします。これで完成です。ポイントさえつかめばセルフカットでも失敗せずに理想の前髪が作れます。11月号の紙面ではセルフカットの方法の他にもアレンジの方法も紹介しています。ぜひ紙面をご覧ください。バイバーイ。